さん、ハコンマンチョウです。パパスです。今日は L550S で、レコメダタブーブラテさん、もう今な、コンテもあるわ、場所変わったから、場所変わったからな、ちょっとな、ちょっと出てこえなかったんですけど、ウェブラテさんのですね、リアのスポイラーの外し方を社長にやっていってもらいたいと思います。で、言うとけど、リアウィング、これはワコーズの宣伝してるんであって、はい、ここの看板の宣伝はしないで。え、何とも言えかもしれない、今しょっぱいかもしれない。え、何を言うてんねやろ。宣伝というか、まあまあでもいいじゃん、最近のパパスの出来事やし、出来事やんな、聞いてや。一応な、一応な。あ、あれいるから、うん、まあいいか、これやった、この明るさやったら撮れるか。これはちょっと何も言われてるから。はい、タイムアウト。はい、これどうついてんの。これはノズルは関係ないな。うん、ここやな、この穴か。うん、で、これ、うん、これ見えんね。うん、で、これ貼れないね。うん、はい、これシールで貼ってるだけやから、うん、ちょっと薄い、まあ、カッターとかでやったら傷つくけど、はい、薄いやつでちょっとこうめくってもらって、で、まだちょっとここにのりつけて、はい、貼っても。まあめくろで、貼らんでもいいし。ほんなら2箇所、はい、ここに見えてくんね、ちゃうね、見えへんかって今。よいしょ、でもこれでやっても見えへんしな、悩むね。あ、これ後ろちょっと見えてますけど、はい、何ミリこれ。一番、うん、それ最悪なんだ、このハイマー、うん、これハイマーとも関係ないか、呼吸のし。あ、これは大丈夫やな。はい、あ、ついてたカスタムとかやったらこれがセンガーとか、あ、だけどこれは大丈夫。そうやな、羽にハイマウントついてるやつようあるもんな。で、こいつは、うん、案外簡単やな。これ爆弾なの。ここに見えると思うんだけど、爆弾も穴からほら。ちょっと待ってよ。ほ、あ、これか、待ってよ。ほ、ちょっと待ってよ。あ、これな、これ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 、爪、この爪です。はい、一番簡単かな、よかった。まあ遠ミリで取れる。はい、遠ミリです。穴から出てる。ちょっと落ちんよ、テープで貼っとった方がいいかもからな、この羽をね、うん、で、ここにマスキングテープ巻いて、はい、落ちひんするのがまあ前提やと思う。でたまたま今落ちひんだったからよかったけど、うん、普通は落ちるで。せやな、その中に入ったらもう取られへんな。スナップンとかでもこの使用頻度が高いから、うん、はい、やっぱちょっと遊びが大きいね。うん、うん、だからポロッと落ちやすい、うん、さっきの爪いく感じ、ちょっと下ろしとこうか、ここ、うんうん、白い爪ですね、さっき見えてた裏を持ってるから、うん、まあ、硬くなかったら、うん、まずこれで通して裏を引っ張る、ね、はいはいはい、爪の、うん、うん、で、ちょっと浮かしてあげて、まあ片方ずつ取ってる感じですね、うん、裏から。で、前は前からから押してもいいんやけど、うん、お、冬だったから割れるやろな、うん、いっ、肌はまだ、あ、あれ、あの肌はまだ買ってきちゃった、もう一個ノイボとか写したらあかんから、どんだけとか言わなくて、ノイボだけ、あー、面白い。もうこれもさきちゃん好みになってきた。やばいな、これこんなんあんの、さっき今思った。もうこれなんかえちょっと口に、いや、なんで映るって映るって、口にちょっと入れて、なんで、これはでも結構専用に、めっちゃリアルな回答すごい、これはちょっとちょっと下ろすわ。オッケー、一回ちょっと、はい、うん、あ、あー、浮いてる、あれ何テープ、これもタコ糸でやってます。お前見えた、ネバーっとしたやつが。 そこにピンがあるはずやねんな。あ、結構早く、うん、もうちょい下げる、こんなもん、
ピンが当たるまで切ってもうて。はい。こっちはやね、うん、広がるからね。すごいな、うん、で、ここでピンでカチッと止まる。当たった。うん、こっちがちょっと、で夏の爆弾はこっちですよ。そうやな、しょぼっとしょぼっとしないとね。硬いんじゃなくてあれでした、両面テープでした。いけそう。お、硬いな。それでもやっぱりこれピン抜きある。うん、もう取れてんねんけど、うんうん、テープはちょっと残ってるから。あー、入ってまた。お、来たー、ほんまや。まあ、夏やったらそのまま抜いてもいけるかもしれない。パチンと、まあ、パーンって抜けた。抜けた。で、これも柔らかいわ。はあの、テープがカタカタだし。テープのあれも見といて。うん、ここね、こういう形になってるから、うん、俺こっちとこっちでこう切ってな、うん、こっちで見しちゃったけど、うんうん、こんな感じ でここに多分ゴムのパッキンがあるんだよな、水入れへんや、うん、うんうんうん、で、ない人はもしか流用してつける人はここに液体パッキンとか、うん、ちょっとコーキングで塗った方がいいかな、うん、はい。傷はまあ汚れと汗と、まあ汗は絶対あるな、うん、うん、こんな感じですね、うん、はい、まあ以上です、うん、はい、今日はこんな感じで、ムーブラテさんのこの何だ、ビアスポイラ、うん、ビアスポイラの方でしかどうやってきました。よかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。